どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ポイントサイト EC ナビで JAL マイルへのね、交換キャンペーンが延長されましたっていうことなんで、今回ね改めてこちらね、解説やっていきたいと思います。こちらね、最大 30% ポイントバックキャンペーンっていう風になっておりまして、EC ナビからね JAL マイルに交換すると、最大 71.4% でね、交換できるっていうキャンペーンになっております。まあ、こちらね2月から、このキャンペーン始まっていたんですけども、一度ね、JAL マイルの、ポイント交換でね、まあ、一緒に紹介させていただいたんですけども、まあ、こちらね一応3月31日までの、キャンペーンという風になっていたんですけども、これね5月31日までね延長が、先日、決定しましたので、今回ね動画にさせていただいたっていう感じですね。まあ、JAL マイルっていうのはね、まあ、基本的に、ポイントサイトからのポイント交換だと大体、まあ、半分っていうことで、まあ、50% でね、交換できるっていうのが一般的なんですけども、まあ、こちらのキャンペーンね利用していただくと、71.4% なんで、1万円分のねポイントがあると、7100マイルぐらいに、ね、なるっていうキャンペーンですね。だから 50% に比べると、まあ、かなりねマイル数多いですので、JAL マイルをね貯めている方は、こちらね積極的にね利用していただけたらなと思います。まずねこのキャンペーンの概要なんですけども、2月1日から、やっているキャンペーンで、今回延長が発表されて5月の31日までっていう風になります。まあ、おそらくなんですけども、こちらね5月の30日で多分このキャンペーンはね終わるんじゃないのかなと思ってるんですけども、どうでしょうかね。うん、ちょっとわからない部分でありますけども、現時点で EC ナビから、ポイントサイト PEX を経由した、まあ、JAL マイルへの交換なんですけども、この PEX から JAL マイルっていうのもね今キャンペーンやってるんですよね。2倍キャンペーンっていうやってるので、まあ、それとね一緒にやっているキャンペーンなんで、そのうちのキャンペーンがね5月31日で終わりますんで、まあ、おそらくですけども5月終わる、末でね、まあ、終わるのではないのかなっていう感じですね。で、今ね、説明させていただいた通り、ポイント交換ルートは、EC ナビから、PEX っていう、ポイントサイト。まあ、ここはまあ、ポイントサイトなんですけど、まあ、どっちかというと、まあ、ポイント交換でね、使われている方が、まあ、多いっていう感じですかね。まあ、そこを経由して、JAL マイレージクラブっていう風になります。で、こちらのキャンペーンはエントリーが必須となっております。条件達成で、最大 71.4% でね、EC ナビのポイントが、JAL マイレージに交換できるっていう計算になります。で、こちらキャンペーンの上限ポイントは、15万ポイントということになっておりますんで、まあ、ポイントサイト EC ナビは10ポイント1円というふうな計算になっておりますんで、1万5000円分のポイントっていうふうになっております。で、こちらね、先ほどポイント交換ルート言った通り、EC ナビから PEX を経由した、JAL マイレージクラブへの、ね、交換ということですんで、まあ、EC ナビの、ねアカウントはもちろんなんですけども、PEX の、ね、アカウントも必要となりますんで、その点は、ね、ご了承ください。で、まずね、こちら、まずエントリーだけね、確実にしておきましょうね。あの、エントリーしないと、どんだけポイントをね、稼いで利用したとしても、ポイントバックね、いただけませんのでね。で、期間中ね、5月31日までに、PEX を経由した、JAL マイレージに交換すると、30% ポイントバックっていう風になります。で、EC ナビから、PEX にはね、10日交換できるんですけども、まあ、PEX から、JAL マイルっていうのは、本来、交換率はね全然良くないルートなんですよ。ですので、このキャンペーンはね、先ほども言ったようにPEXから JAL マイルも今キャンペーンやっていて、まあ、それを伴ったねキャンペーンで、71.4% っていうね、ポイント交換率を誇れるっていうことですので、このキャンペーンが終わった後っていうのは、まあ、絶対利用しないようにしてくださいね。本来このポイントサイト EC ナビから、JAL マイレージの交換ルートっていうのは、EC ナビから、PEX を経由して、D ポイントで、JAL マイルっていう風なルートになるんですよね。まあ、そうすることによって、EC ナビからね、JAL マイレージまで、50% で、ね、交換することができますので、まあ、今回キャンペーンでね、PEX から、JAL マイルに直接交換しますけども、本来は PEX から D ポイントを経由して、
ジャルマイルっていう風になりますんで、この点はね本当に忘れないようにしてくださいね。次にですね、達成条件ですね、まあ、こちら 71.4% を獲得するにはっていう風になるんですけども、EC ナビを利用することによって、このポイント交換額からね、最大 30% までね、ポイントバックがいただけるっていう感じになります。7万ポイントから9万ポイントで、交換率の 10%、10万ポイントから12万9999ポイントで 20%、13万ポイント以上で 30% っていう風になっておりますんで、この期間中に13万ポイント以上をね、獲得すると、最大のね 30% のね、ポイントバックが受けられるっていう風になります。この利用する案件なんですけども、ちょっと制約がありまして、ショッピング案件ってありますよねっていうのと、モニター案件、居酒屋等々ね、覆面モニターとかで行く、モニター案件なんですけども、まあ、こちらは対象外になりますんで、もしね、このキャンペーン利用するっていう方はね、こちら利用しても、条件達成のね、項目には入りませんので、その点も注意していただけたらなと思います。まあ、こちらね、勘のいい方はね、まあ、わかると思うんですけども、こちらね、ポイントを所有している方、今現時点でね、ポイントを持っている方は、まあ、1万3000分のね、こちら利用で、利用すると利用明細、まあ、利用予定みたいな感じで、明細が載るんですよね、ポイントサイトの方に。まあ、そちらが載る、もしくは付与される、まあ、どっちでもね、こちらの条件達成にはね、どっちでもいいんですけども、今現時点でポイントを持ってない方は、まあ、これから稼ぐっていう風になりますよね。で、これから稼ぐってなると今3月の終わりですよね。案件こなして、5月の31日までにね、まあ、ポイントが付与されればいいんですけども、まあ、これね、5月の31日までにポイントが付与されないと、このキャンペーン乗ってたとしてもですね、全然意味なくなってしまいますんで、ポイントがもらえてね、そこで交換できなかったら意味ないですよね。っていうのがありますんで、比較的ね、ポイント付与が早い案件をね、ちょっとね、調べましたので、まあ、こちらね、参考にしていただけたらなと思います。まずね、クレジットカード案件なんですけども、基本的にクレジットカード案件っていうのは、発行案件だった場合は、まあ、1ヶ月ぐらいでね、ポイント付与されることが多いんですけども、中には発行&利用案件みたいなのもありますよね。こういうのはですね、正直結構かかるんですよね。っていうのも、私がね、元旦から、今年入った1月2日とか多分そこら辺だったと思うんですけども、まあ、ライフカードのね、ビジネスカードがあったんですけども、そちらも発行&利用案件で、1月に発行して、利用して、まあ、今ポイント付与を待ってる状態なんですけども、まあ、1月にね、クレジットカードも発行して、まあ、もう利用も終わってるんですけども、まだポイント付与されてないんですよね。ですのでもう2ヶ月以上経ってるわけなんですよっていう感じなんで、このキャンペーンを利用する際にクレジットカード案件をね、まあ、利用したいっていう方は、発行案件だったらおそらく間に合うと思うんですけども、発行&利用案件はですね、基本的に間に合わないっていう風に思っといていただけたらなと思います。で、この動画を出す時にですね、ポイント自体が何ポイントかちょっとねわからないんですけども、この動画を作っている時は現時点で今7000円分のポイントのエポスカードっていう案件がね、まあ私の動画で結構紹介させていただいてまして、まあ個人的にはね、かなりおすすめのクレジットカードがあるんですけども、こちらのエポスカード案件はですね、非常にポイント付与早いんですよね。ですので、もしね、エポスカードがまあだいたい今7000円分ってすごいポイントが高いんですけども、だいたい推定に4000円から5000円ぐらいがね、まあいいところかなっていう感じなんですね。まあエポスカード自体がね、結構ポイントがまあそこら辺をね、行ったり来てる してるクレジットカード案件ですので、ぜひ利用していただけたらなと思います。多分ね、私が利用した感じだと本当に2週間とかね、かかんないぐらいでポイント付与されましたんで、まあ一つね、クレジットカード案件を利用する際はね、ちょっと参考にしていただけたらなと思います。
次にですね、レンデックス口座開設案件、まあ口座開設案件はですね、まあ比較的にねポイント付与早いと思いますんで、特にねあのレンデックスって、まあ私の動画でね個別の動画1回出させていただいたんですけども、まあこういう口座開設、まあレンデックス自体ね今2500円分のポイントまでちょっと下がってしまったんですけども、こちらもですね1ヶ月ぐらいでね、ポイント付与されましたんで、こちらもおすすめです。次にねエスカフェバリスタアイ案件ですね。今こちらねネスカフェの定期便の案件なんですけども、こちら今1万5000円分のポイントでね、出ておりますので、こちらね解説動画も作っておりますので、まあそちらねあの概要欄にすべてね載せてありますので、まあちょっとね見ていただけたらなと思います。まあここら辺のね案件がまあ結構おすすめか、個人的にはねおすすめかなっていう感じなんですよね。いかがだったでしょうか。今回はですねポイントサイト EC ナビの JAL マイルの交換、30% ポイントバックキャンペーンね、紹介させていただきました。いやあの JAL マイルがね、ポイントサイトのポイント交換で、30% ねポイントバックで交換できるっていうのはかなり大きいですよね。交換率にして 71.4% ですからね。もしねあの JAL マイルを、貯めているって方はねぜひ積極的に狙っていただけたらなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではねまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。